自分が使っとるドイツ軍パップテントはもともとついとるポールだと中央に1本と、でその反対のサイドにも1本、2本のポールを立てて、で幕をこう張る感じなんですけど、で寝るときはこのポールとポールの間に人が寝てって感じで、どうしてもこの真ん中にポールを立てるもんじゃけ、荷物を中に入れたりとかする場合にすごく邪魔になるんで、このホームセンターで買ってきたハウス用のパイプ 19mm×400、 これをつないでこういう感じ、二股にして、ここの真ん中のポールがいらない状態にしたら空間が広くなるんで、それを自作しようと思います。でちなみにヤフオクとかメルカリとかで買ったら、こういった安物を使って自作しとる商品が1万、安いので1万2000円ぐらいから、高いのだと1万8000円ぐらいするんで、だったら自分で買って作った方が圧倒的に安くつくんで自作しようと思います。これちなみに全部で一式で大体どれくらいかな、4、5000円ぐらいでパーツが揃います。でこういう形にしたら、これもホームセンターに売っとるセパレートってやつなんですけど、これを間に入れて固定しておきます。これを2セット、これで二股の元になる上の部分が完成したんで、であとこれを4本つないでって二股ポールの完成、ちょっと試し張りしてみようと思います。今ちょっと試し張りしてみました。でやっぱり4本つなぎだったら現状加工してないんで、足が長すぎてテントが地面につかんぐらいだいぶ高くなったんで、やっぱり加工が必要です。外見とか外観か。外観こんな感じで。ちょっと中開けてみよう。中はこんな感じで、二股になってます、ちゃんと。でこれ4本つなぎにしたら、もうちょっとこのポールがテント沿いにピタッといくぐらいの寸法に調節すればいいんで、こっちもねこうやって二股になってます。でさっき説明したのが、要は元々のパイプだったらここに1本だけなんですよ、こうやって。そしたらあっちでもか、この三角スペースが荷物をちょっと置きにくかったりとかするんで、それで今回二股ポールを自作しました。で今からちょっと工場に移動して4本目のパイプを
ちょっと寸法を合わせて切断して実用できるって感じですね。で、さっき組み立てるときに使ったこの真ん中の金具なんですけど、これはここのテントのハトメ部分にフィットするんで、ちょっと破ける心配もないし、で穴が2つ開いとるんで、この下側の穴にランタン例えばぶら下げたりとか、何かしらアイテムがぶら下げれるように使います。ちょっとめくって広げたらこんな感じで、でこのパイプとかも今はまだあのキュウリ支柱とかいうステッカーとかが貼ってあるままなんで、剥がして、で自分塗装屋なんでオリーブグリーンとか似合う色に塗装してそれっぽくしようと思います。でこれ本当最初に言ったようにメルカリとかヤフオクとかで誰かが自作したものを買ったら12000円から18000円とかするんですけど、ホームセンターでこういうもん売っとるんで、で費用もだいたい5000円あればお釣り十分くるんで、自作した方が断然いいです。でこのドイツ軍のパップテントだけじゃなしに、あの数が多く出てる US パップテントとかああいうのにも使えるんで、ぜひ皆さんやってみてください。おすすめです。